ちょっと家バレしちゃうといけないので。やばいアングル。これ普通に。ちょっと、突如、今日は予定を変更してやってまいりました、こちらに。じゃあ、はい。会ったことあったっけ？あ、一度。そうだよね。あの、南寺さんのところで。ご挨拶させていただきました。すいません、突然お邪魔します。これが、これが、ここなんですね。スタジオ。これ決して開いちゃいけない。死神の書みたいな。あ、突然、ご覧の皆さん。突然。はい、突然そこ気にします。これほら。録画した時期がおかしいんだよ。あとでもここ今完全に使わせていただきますけどね。今みたいな感じなの。完全に。とにかく、はい、ね、まず。てか今僕、今こっから始まってます、僕の YouTube。始まってます。説明をお願いします。こんにちは。はい。ドリキン TV の皆さん、こんにちは。はい。ドリキンです。いや、そういうのいらないから。そういうのいらない。いやとにかくね、はい、僕は樋口さんの、はい、何ですか、いつも拝見しております。ご無沙汰しております。これちょっとやっぱりね、はい、あのドリキン TV のご覧の皆様に、はい、小松左京音楽祭にぜひ来てほしい。はい、でも今日ついにですね、小松左京シリーズ最終回ですよ。はい、その記念すべき日になんとサンフランシスコがわざわざドリキン太郎さんが、はい来ていただいて、はい、まあ、ついに今日ね、はい、小松左京編のこうフィナーレですから、はい、だってもう明日からもういないですからね、もうここに。あ、もう、まあ、この世にもういないんです。この、中身はいいんじゃない、このスタート始まったらもう本当にそこからこもっちゃう感じなんで。まあ、こもるとどっか行っちゃうんで。いや、むしろこの E、この ET がめちゃくちゃ気になるんですけど。かわいい。かわいい。めちゃくちゃかわいい。それ、あ、ちゃんとアウトカメラを使ってんですね。そう。鏡でもいたいんですよ。すごい。それどうかと思いますよ、僕も。え？なんかもう清水さんが本気なんでカメラ買いました。GH5S に変えて。これで。はい。これやばいっす。これ今最強の Vlog カメラと呼ばれている。明日からの撮影、それ、2キャメそれですか。YouTube、あの、意識高い YouTuber 全員これを使ってるという。何それがそんな2キャメ。やっぱこの、あれができるんですよね。バリアングルがでかいんですよ。ああ、なるほど。はい、そして時間、俺も買わなきゃいけなくなっちゃう。時間制限とかも何もないです。へー。ただレンズ、クソ高いです。10-25mm で。F1.7 投資なんですよ。すげえ。そうなんですよ。何出たばかりの F1.7 投資。投資。パナなんですけど、パナライカで、先月ぐらいに出たんですけど。それはいいわ。ただマイクロフォーサーズなのにめちゃくちゃ重いんですよ。よし、これで OK だ。ドリキンボス。はい。じゃあちょっとやろう。はい。どう、僕が真ん中入っていいんですか。真ん中。僕らが説教されるって話だから。はい。この距離で二人がこれはすごい。はい。これはいい。この価格が。10ミリって結構でもお高いんでしょ。ちょい、お高いです。20万ぐらい。高いな。もうちょい。俺するでしょ。なんで俺より高いレンズ買ってんの。すごいね。プロだね。はい、しょうがないです。みんな YouTuber これ買わざるを。乾杯しよう。乾杯。はい、はい、どうも。乾杯。50といいよ。むさ苦しい絵だな。こんにちは。こんにちは。何回目だ。5回目かな。5回目、ついに5回に達しました。まあそれよりもね、あのこのチャンネルのおかげでね、小松左京音楽祭、無事ついにストレッチボールも達成、達成して、もう300万ですね。おお、300万が集まるなんて夢のようですね。夢ですよ、もう。最初聞いた時無理だろうって絶対思った。200万だってちょっと強気じゃないですかって思ったからね。行きましたね。すごい。自腹切ってないですよね。何も。それやっちゃいけないらしいですよ。あ、そうなんだ。なんか自分で出そうかなと思ったら。じゃあ俺が一番出してんじゃん。きっと分かんないけど。ありがとうございます。俺多分ね、6万ぐらい払ってる。ありがとうございます。ちなみにこれいつ公開になる。いや、別にいつでも好きな時に。ちょっとだから次の、だからその、じゃあ発表がね、なんとなく後ろにチラチラさっきから見えてる。あれすげえ。今回あの、ストレッチゴールだったの知ってた。最初200万円目標で達成したと。達成したら、なんと残り10日しかないのに、次はさらにストレッチゴールでビッグゲストが呼び出して300万円
にしたわけですよ、はい、狂ってんのかなって俺すごい思ったんですよ。しかもなんか、うん、ビッグゲストについて何の詳細も書いてないわけ、うん、でみんな勘ぐったり、しかもビッグゲストを呼びましょうってそのストレッチ決めた段階ではまだ決まってなかったです、ね、誰だと思います？でもご存命中の人物で、でもね、ちょっと分かっちゃってきます。さすがですね。いやいや、さすがのウォッチャーですね。最近の清水さんの行動がバレバレな俺のステマが、そうそうそう。なんか、サブリミナル効果のように刷り込んでるから、多分あの人なんじゃない。マジ？やばいっすね。やばいよね。いいんでしょうかね、本当に。本当にありがたいという。初めてお会いして。いや、しかもね。もうお会いされたんですよ。すごい。え？こちらの。じゃーん。こちらの方です。こちらの方です。このなんか覚書みたいなサインが。だからそこサインが。そう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 。だからなんとなく五木ひろしさんっていうとみんなちょっとなんか演歌のイメージが。うん、実はその頃って、うん、なんかね、歌謡曲でしたね。うん。ちょっとどっちかというとポップス寄りの人だった、うん。あ、そうなんですね。うん、だから決してそうなんだろうな、ド演歌としてなんか売り出してるというよりはちょっとなんだろう、街のシティポップス的な、うん、ただちょっとまああの哀愁とかね、そういうのが漂う感じ、うん、それからみるみるこうなんかその演歌ふるさとを歌うみたいな方向に行くわけですよ。まあ北島三郎さんとかもそうでしたね、うん、明日の愛を聞きながらやっぱこう出張してる時のなんか俺の気持ち、なんか完全にもうなんか日本沈没のラストシーンをずっとやってみたいな。荷物ないし。荷物ない。ロストバゲージ。あれが一番びっくりしましたね。目標動員数が1000だからさ、せいぜい。1000しか入んないんでね、うん、場所が。だから1000しか入んないから、まあそんなにバズんなくてもいいんだけど、まあでもちょっとまだもっとお客さん呼んだ方が盛り上がるなと。うん、で、この際やっぱり小松左京の良さをね、まあ僕も今回学びが多い再発見してるわけだし、あとはもう、ね、ドリキン TV の視聴者の方々も、まあ、さっきお素晴らしいと世界のどこかで見てる、ちゃんと見てた。なんで見てないんだよ。これちょっとこれからやります。そっからやりますか。これやんないですか今日。まだそこまで。僕だから SF に目覚めたの3ヶ月前。3体からじゃないだろ。そう3体から。マジかよ。3体読んで。いや SF 面白いですよこれ。これは僕何回見てるんで。でもこれの味わい深さっていうのがあるわけですよ。はい、そこをどう説明するかですよね。それだから そっちの方が面白いじゃん。つまり今日は二人してドリキンを洗脳すると、なるほど。でも見てください、ほら私を突き動かし続けるモチベーションの源泉ですよ。だから私どういうことなのかそれはと。これは僕なんか暴言吐きそうだからですけど、うん、やっぱ2001年的なものなの。まあ2001年的なものは大丈夫、誰もそれ暴言だと思わないから、ね、うん、大丈夫です。全員が僕たちも物分かりがいい特撮だから、うん、全員がそれを思ってるんで、あ、そうなんです、うん、それもこれも最初から2001年のパクリとして作ったやつだ。これはだからスターウォーズがアメリカで大ヒットしました、1977年に、うん、で日本の公開が1年後だったんです。78年の夏に日本では公開される。で1年間が空いてる、向こうでは大ヒットしてる、すごい映画だって評判になってるっていうのを見越して、日本人は何をしたかって、日本の映画会社バッタモンを作ったんですね。先取りしてね。先取りして、でも1年でってこと。もうひどいの、ね、東宝が作った惑星大戦争って、ね、惑星大、それは東宝が作ったパクリですね。これスターウォーズ的な、スターウォーズ的な、スターウォーズって宇宙戦艦ヤマト的な名前は完全にスターウォーズですよ、ね、実は分かりません。英語版もね、これノーインスペースね。てかこの書体がもうちょっと、うん、完全にスターウォーです、はい、スターウォーズの最初の日本公開タイトル実は惑星大戦争、こっちが先に発表しちゃったから使えなくなった。なんと仁義もヘッタグルもあんのかひどいじゃん。あ、出ますね、打ち目線。一方で、これもまた同じ路線のロゴだから、うんうん、これもだからね、仁義なき感じなんですよ、うん、でもそんな1年で作れるようなもんじゃないですか。いやいや、もうね、だから1年で作れるって言うのはそういうことなんです。1年作れるようなもんなんですよ、うん、ああ、もしか作れなかったらね、まあ、要はやっつけですよ、はい。まあそんなのがあって、その時に小松左京さんにその、まあ、日本沈没を昔やった絵にしまって、日本沈没は3ヶ月だからね、作ったの。そんなご縁もあったんで、東方のプロデューサーがちょっと小松さんなんかいい話、スターウォーズみたいなの作りたいんだけど、ちょっとやってくださいよみたいな言ったら、いや、それふざけんなとやっぱり SF ものっていうのは、やっぱり全ての SF ものは2001年で革命が起きて、それで今のスターウォーズもあるようなもんだから、まず2001年から作んなきゃダメだと、はい、まっとなことをおっしゃったわけでございます。逆にだから2001年戻ったんだよね、スターウォーズが。そう、
だから木星なんですよ。すごい今日の話は、これはいい話でしょ。てか広がる、あの僕らにでも分かりやすい、この嘘の逃げ道がない。ああ、辻褄がちゃんと合う、うん、成功性が。木星に行くまで2001年行くわけないから、うん、なんか2100年だとかになっちゃうわけ。うん。なんかね、もうとにかく全体的に2001年リスペクトなんだけど、なんかそういう問題ではないっていう。ただ僕がジュピター評価してるのは2001年より見やすい。2001年は絶対に寝ちゃうんで、途中で。うん。あれ3回は最低寝るんですよ。そうそう。最初の最大のジュピターはね、1回くらいでいい。寝るのが。寝るポイントがね、1回くらいしかない。いや、でも初見だったら下手したら寝ないかもしれないけど。まあ、ただそんな、何すよ。いろいろフィルターをかけてみないと。そうそう。だからそれちゃんとこう今日は豪華、はい、そのもう、大体これ、この現場いますからね、樋口少年は。ね、高校生。樋口少年、高校生の時の才能ジュピターの現場もいますから。制作者サイドですよ。そう、今回豪華樋口真嗣の解説付きで、それも全部オフレコですから、こちら見せられないんで。はい。これ見れる。これで、もう小松作業好きにならなかったら、もう、本当、樋口さんの今までの人生何だったんだって。いや。もう、引っ張り上げますね、いろんなものを。じゃあ、行っちゃいますよ。じゃあ、一回止める。はい。はい、じゃあ、ここから、いきなり映画鑑賞。言葉覚えたての小学生。はい、お疲れ様でした。いや、見終わりました。終わりましたね。サヨナラ時間たっぷり見ましたね。サヨナラ GP を。もう30年前ですからね。そう。外真っ暗だからね。お二人これ最後見たのはいつだったんですか？俺は先月。かなり久しぶりです、ね。あ、そうなんですね。うん。面白い。初めて見て。面白かったです。面白かったです。本当に面白いと思ってんの？いやいや、面白かった、本当に。本当にどこが面白かったの？いや、なんかいろいろなこの作品の原型となるべきシーンがいっぱいあったので、原型なのか真似したのかどっちなのか、うん、そうね、ガンダムなのか前後関係が分かんないですけど、今見るとね、やっぱりこの ID カードとインカムですね、うん、ID カードとインカムって、まあ、これも Bluetooth とかない時代ですからね。でもやっぱソニーやっぱこれスポンサーしてるから、やっぱフェリカとかもここからアイデアが出てきたんじゃないですか、うんうん、チープさとか全然感じなかったです。本当？うん、プラモデルじゃん。いや、あんまり感じなかったガンプラの、まあ、この2月監督の川北さんっていうのはそのガンプラの CM で名を成した人という。あ、そうなんだ。じゃあプラモデルには当たり前なんだ。うん、だからプラモデル感があるってそれは間違ってないんですよ、うん、プラモデルの CM 撮ってます。バンダイのプラモデル、そうああいう時ですよね。ジオン脅威のメカニズム。はい。あってですね、プラモデル感は。その小松作業、すっごい根本的な質問ですけど、小松作業音楽祭は、この小松作業映画の、まあ、映画や小松作業の映像作品 の曲を、やる、もう再演するという。ベストソング。だから、五木ひろしさんはテレビ版ですからね。はい。いや、でもね、やっぱほら、なんか、ちょっと聴きたくなったでしょ、あれを生演奏で。だから良かったです、ね。じゃんって、これどこまでジャスラックに怒られるか分かんないけど、多分今ぐらいだといいと思うけど。これ今さ、リバイバル的な。ねえ。リメイク？リメイク。リメイク？またそういう話するとまた樋口さん出てきちゃうから。そうすると。何？まさか作ってるわけじゃないですよね。え？生のネットフリックス業者。まさかサヨナラジュピター、新サヨナラジュピター知らないうちに。あれ知りません、あれ。中国の。あ、もしや、流浪の。ええ。あれはこれなんですか？いや、でもどう見てもなんか、あ、ルテンの地球でしたっけ。シンジって書いてある。また3体の、いや、あれは違うらしいんですけど、監督、あ、原作の作者一緒なんですか？あ、一緒なんですか、はい、3体の人の前作らしいんです。松尾さん絶対見なきゃダメだよ。松尾さん見てるんですよ。すげえな、めっちゃ見てるんです。なんでじゃあジュピター見てねえんだよ。わかんない、見てんじゃないですか。あと忘れちゃならない、日本沈没という忘れてたよ、今ね。もう忘れてました。わ、すごい。斎藤隆夫さんの。斎藤隆夫版の日本沈没というね。すごい。もう、ゴルゴ。これ田所博士ですから。よくゴルゴ触ってんに殺されてる側の顔ですね、これね。これもう終われないんで、YouTube。そうね、一回ちょっと終わっていいですか。終わりましょう。それは流していいんですけど。はい、ではまた。次回、ジパング。いや、ジパングじゃないかな。いや、ひとし美味しいって言えてないじゃん。ひとし美味しい。ご意見さん、ありがとうございます。これ、宣伝はいいんですか、最後。じゃあ、その、小松崎音楽祭。小松崎音楽祭。はい。スーパーゲスト。はい。スーパーゲストに関して、日程はいつですか？
ょ。2019年11月30日ですね。1130。1130。ここまでに800人集める。やりますよ、もう。800人。はい。参加はどうやったら参加できるんですか。まあ、いずれいろんなところにこう、あのチケットの。あのそチケットピアとか、はい、入手方法が出ると思いますんで。毎回ドリキン TV で最後にコバさんというどんだけすいません。わけわかんないわ。みんないいねしてチャンネル登録してそうやってドリキンポーズじゃあ一緒にやるでしょ。ドリキンポーズなんかドリキンはなんかよくわかんないけどこれやるんですよ毎回、ね、勝手に清水さんが言ってるだけですけど。やったぜ。恥ずかしい。必ずやってんじゃんだって。まあそうなんですけど、あれわざとやってんじゃないの。無意識になってたの、うん、まさか、うん、えでも母親もやるから。多分なんか遺伝だな。青木家おかしいですよ。何母親これなんの、うん、すぐ何かあると大丈夫。えだからドリキン家は僕なんかその家紋みたいな感じでこれやってる。サムズアップがそう。で3人は3人せーのドリキンポーズ。はい、お邪魔しました。いや突然突然お邪魔いたしました。いやいやいや、ありがとうございました。ようこそ日本へ。ありがとうございました。でパリ土産。パリから。ありがとうございます。あ、パリ土産。フロムパリ。パリのスーパーマーケットで買ってきたやつです。パリエスプリットで。パリね。パリのエスプリ。パリのエスプリが。はい。はい、これを開けて。うん、これ電動オープナーがあるの。え、それを差し置いて。毎回ちょっとバージョンアップしてるかわからない。これで一発だ。うわ、すごい。こうやるじゃないですか。はい。もうなんか。いや、一発じゃないよ。おすごい。普通にこれ、その取るやつじゃん。取るやつで取ってる。取るやつが一発。そして、これを、はい、まあ、ドリキンのね、まあ、ガジェットトークとして。はい、あ、ちょっと、なんか、前のやつが残ってるんじゃないか、これ。で、これでいきましょう。びっくりした。ほら、おお素晴らしい。おお。で、じゃあただそこに、じゃあ我々ワイングラス。ワイングラス。じゃあ監督から。おお、いえ。明日から撮影ですからね、なんかもう監督って感じですよね。もう撮影がない監督って監督って感じしないからね。元監督みたいな。撮影中がね。撮影直前？うん、撮影中は別に。そうでもない。撮影前がやっぱいいんじゃない？はい。はい、じゃあ。明日からの、じゃあ、あれを祝って。はい、はい。じゃあ頑張ってくださいっていうのもなんか、おこがましいですけど、なんでしょう。いや、頑張んない方がいいです。頑張るといいことは一つもない。え、これから。俺たちがエキストラに出るチャンスはあるんですか？でもあるんじゃないですか？期間としてはどのくらいいくんですか？2ヶ月ぐらいやってるんで。つらい。11月の10日ぐらいまで。すごい具体的な日付が出ちゃって、それまでに終わらせなきゃいけない。想像できないからな。